飛騨高山から、富山と、新潟のね県境の、ドライブイン金海というところまでやってきました。何か大盛り料理があるということで挑戦していきたいと思います。ニアビアの大将もね、いつもの2人で準レギュラーの大将も一緒でね頑張ってみよう、はい、行こうか、はい、プリン屋候補さんの食いしん坊万歳、ノアドココがお送りします。ノアドココから2時間55分もかけてやってきましたよ。よいしょ、おここやな、ここよし。3密を避けるためお昼ご飯の時間をずらして食べに来ました。定食もんはこんな感じで、もっとご飯もの、焼肉にしましょう。エビカツカレーの特盛りと、焼肉の特盛りの特盛り、はい、スープを、味噌汁をタラ汁に変えてください。タラ汁付きで、はい、はい、以上で、以上で、はい、出た以上タラ汁なんだ、はい、タラ汁もった、タラ汁とさあどうやろうな、このでかさ食べれるかも、来た、これで取って食べる、うわあ、こっちで、これでお米が何どれくらいの量でした、お米2キロ、はい、追加の量、大丈夫、乗る、すいません、ありがとうございます。万が一のためにタッパーも持ってきましたので、うわやってくれるわいただきますよし、タラ汁飲みます、タラ汁これオイカレーもね、キュレで食べよう、いただきます。半分かいな半分の1は残してみます。さあ進めようかな、いただきます。家庭のカレーって感じだ。久しぶりやな。カレーは飲み物やで。うまっ。カツ案外分厚いよ、ほらこれカツ。完食するまでには時間がかかるので、ここからは途中途中5倍速でお送りします。全然大食い系の人じゃないでね、ただの通りすがりのおじさんやでね。
やべ、カレーとご飯のペース配分が。カレーがちょっと早すぎますよ、ね。うん。いや、頑張って食べようとしとるよ。とりあえずカツはこれでおしまい。第1回目のカレーはとカツとエビを、エビフライは終了。これから追いカレーをします。でも持ってくとき綺麗に持っていきたいで、ちょっとずつ崩しながらやな。まずはこれくらいちょっと崩して、おいカレー、カレーうまいよこれ。はい、かけたくなったらかけて。今途中経過でご飯とおかずとちょっと煮込みしちゃって、今16分経過。16分経過であとこれくらい。うん、万一残した時もちゃんとタッパー持ってきてるからね、あのおそそはしないから。あー、軍だ。ごちそうさまでした。無理、こんな無理、これには無理です。無理です、食べれません。お持ち帰りします。頑張ってんけどね、やっぱね、こういうもんや。食べたの？3分の1どころじゃねえで。5分の2。
じゃあ5分の3。あ、飛んだ。こんな食べれんくなってんね。やっぱ動いてないでな。今日も予想通りヘナチョコのプリン屋さんでした。食べきれませんでした。大将は頑張って食べとる。うん、これも残します。持ち帰りがたっパッパに入れて家で食べます。ごめんなさい。結構食べました。あ、大将頑張って食べた。おい、だって食べたね。食べましたよ、この部分は食べましたもん。結果、みやび大将もヘナチョコでした。だいぶ食べてるじゃん。ましたよ。変なチョコ。よしよし。すいません、お持ち帰りさせてもらっていいですか。タッパーいけます。よいしょ。あ、まだそのままやっとって入れてるのか。おいしいご飯やこれ。まず漬物のとこはここ。2食分ぐらいありますでしょ。あるある、2食分ね、うん、まあ3食あるかなって感じ。ご飯うまいなこれ。そんなにお腹空かないですね。今コロナだから今はもう全然食べたいと思う。待ってよ。で、おかれは。ああ、しんどい。これ編集用にしようとしとる。食べましたってな。ずるい。しんどい。しらしらしい。完食。ああ。腹ポンポンや。ちょっとこう映しちゃダメよさ。ちゃんと映す。はい、無事完食しました、はい、っていう体で、はい、はい、大将がショーケースのおかずをお持ち帰りするみたい。なんかいっぱい入ってるよね。お店の大将がカレーを仕込んでます。はい、すごいコクがあってすごい美味しかったです。あ、そうですか。ただ量が多かったで食べきれんかったけど、はい、ありがとうございます。コクをつけてますね。はい、ありがとうございます。 すんごいご飯も美味しいけど量がやっぱ多かった。 ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。プリンやコッコさん TV、 プリンやコッコさん TV、 チャンネル登録よろしくね。 See you。水海岸、海よ俺の海よ、でか